アレクサンデル・ボルシュチャン、アレクサンデル・ボルシュチャンは、ポーランド出身のアメリカ合衆国の天文学者で、ある。最初の太陽系外惑星の発見者の一人とされる。ポーランド、西ポモ事件、シチェチネクに生まれ、ポーランドのトルンにあるニコラウス・コペルニクス大学で、学んだ後、1982年に、アメリカに渡り、コーネル大学、プリンストン大学で研究した後、 ペンシルベニア州立大学の天文学教授となり、1994年から2008年までは、ニコラス・コペルニクス大学の教授を務めた。また、ポーランド科学アカデミーの会員でもある。1990年に、デール・フレールとのアレシボ天文台での観測結果から、ミリ秒パルサー PSRB1257 プラス12を発見した。さらに1992年には、 このパルサーが軌道長半径 0.36au と 0.48au の2つの惑星を持つことを発表。1994年には軌道長半径 0.19au の惑星の存在を発表した。これらの惑星の発見は発表当初は専門家から疑問視されたものの、2013年現在では、 最初の太陽系外惑星の発見と認められている。1996年、アメリカ天文学学会から、ベアトリス・ティンズリー賞を受賞した。また2002年には、ポーランドの郵便切手に肖像が描かれた。2008年には、ポーランドのカゼータ・プロナが、1973年から1988年に、 かけて、ボルシュちゃんが、論議というコード名を持つポーランド内務省保安部の協力者であったことを公開した。彼もそれを認め、ニコラウス・コペルニクス大学の教授を辞職した。ありがとうございます。